津城の航空写真牛虎柄津城は、三重県津市にある日本の城。別名、あの津城。三重県指定史跡。津城は、三重県津市丸の内にあり、津市街の中心部に位置する。北は、あの川、南は、岩田川に挟まれ、これらを天然の大外堀としていた。江戸時代初期に、築城の名手、東道高虎により、近代城郭として、 大改修され、素藩の藩状となった。江戸期の都城は中央に内堀で囲まれた本丸と、それに付属して東丸、西丸があり、本丸、東、西丸を取り囲んで二の丸が廃された輪郭式の平城であった。現在の城跡は、お城公園、お城西公園として整備されている。また、その他の城市には、寿司役所や裁判所、 津警察署などが立ち並んでいる。現在の津市の故障は、あの津であり、平安時代より伊勢国政治経済の中心地となっていた。鎌倉時代は藤原南家の流れの駆動市を外する長野市が支配していた。津城の起源は、戦国時代の永六年間に、長野市の一族の細野藤光が、あの、岩田の両河川の三角州に小規模なあの津城を構えたことに始まる。 A61 年、織田信長の伊勢信仰により、織田賀門頭が入場。翌年には、織田信金は入場した。信金は城郭を拡充し、石垣を不審し堀を巡らせて、本丸、二の丸、三の丸を整備した。天正五年には五十天守と小天守を落成した。後世に、津藩が、古老の伝え語りや実験をまとめた、類予記事によると、伊勢情勢に詳しかった。 滝川一正がこの地に城を建てるよう進言し、一正が縄張りをして、信金に渡したとされている。また信金は、母の土田御前や妹の推しの方、名の茶茶、初、こを引き取り、この都城もしくは伊勢上野城で保護をしていたとされてきた。しかし、近年の研究によると、当初、推しの方と三姉妹を保護したのは、信金ではなく、信長、信金、推したちの叔父である、 織田のぶであることが明らかとなっており、おしと三姉妹が滞在していたのも森山城であることが証明されている。豊臣家の時代になると、文禄三年のぶかねは、秀吉の命により丹波国柏へ移され、翌文禄四年七月、豊臣家家臣の富田一泊が五万国を与えられ、入城した。一泊の子、信高は、 慶長5年の関ヶ原の戦いで東軍につき、西軍方の毛利秀元、長宗壁・森近軍3万の軍勢にしろを攻撃された。迎える信孝と援軍に来た、分け部・光吉の連合軍は1300人と、劣勢であったため苦戦を余儀なくされ、木内の建造物の大半を消失した。噴戦の末、木次期応語の朝廷により会場となった。しかし、この噴戦により、 戦後、江戸幕府より二万国の数を受けた。慶長十三年信鷹は、伊予宇和島藩に違法となり、代わって、伊予今治藩より、東道高虎が、伊勢、伊賀二十二万国を持って入城した。高虎は、城の大改修に着手し、輪郭式の城郭に変貌させ、城下町を整備した。以後、明治維新まで、東道氏の居城となった。大阪の陣の功により、 元那元年と元那三年に五万国ずつの画像を受け、東道氏は三十二万三千国の大大病となった。なお、天守は関ヶ原の戦いで消失し再建されなかったとされる。しかし、近年の研究では、関永年間に描かれた絵図に、三重天守と二重小天守が描かれており、これは富田氏が再建したと思われる。そして、その天守は、 漢文2年の火災で消失し、幕府への遠慮から再建されなかったと考えられている。津は、江戸家を通じて、伊勢神宮参拝の宿場町として、はえ、伊勢は、津で持つ津は、伊勢で持つ、終わり名古屋は、城で持つと伊勢温度に謳われた。明治4年廃藩置県により、廃城となり、以後、建造物は破却されていった。その後、お城公園として、本丸跡に、 日本庭園が整備され、昭和33年に、牛虎倉が復元された。ただし場所も形も全く異なっており、復興天守ならぬ復興倉である。現在本丸跡の日本庭園入り口には、半ン有造館の正門の入り特門が、一区現存している。平成29年4月6日、俗日本百名城に選定された。ありがとうございます。